ほう、また魚が一匹増えたようじゃ。刺身にしてやる。
ようが。血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。寸縁山に栄えしよくやむと、世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てよう。うつけ信長に伝えよ、新しき世の先駆けとなれ。宵の覚めぬうちに。秀の字、吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか、4万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。表情へ急ぎなさい。氷のような女だな。ご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。